What's up? みなさんご機嫌いかがでしょうか。声とか大きさとか音とかどうでしょうか。コメントください。こんばんは。こんばんは。来たってことはもう映ってるってことかな。うん。あ、どうもどうもどうも。うん、バッチリですか。ありがとうございます。そのコメント音はね小さくしてるよ。今日別になんかトラック作ったりとか、あ、やべ、早いコメント早い、はい、やらないんで、ありがとうございます。そうそう、緑にしてみた。緑じゃないのもできるんだけど、まあその辺はまた後で説明しようかな。ありがとうございます。あ、もうね1600人の方が見てくれてる。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。なんだ今テコテコテコっつったの。ありがとうございます。背景いい感じでしょ。これさ、違う色もできるんだよ。ちょっとやってみようか。ちょっとみんなが集まってくるまでね。今緑じゃん。ちょっと青とかピンクとか言ってみようか。どう、ピンクルーム、ほらどう、ピンクルーム、パープル、 You wanna see purple? Purple、 ね、It's the purple room。 あー、2000人来ましたね。ちょっとじゃあ始めましょうか。ブルーもあるけど、あ、ブルーもかっこいいね。紫いい感じ。あ、どうだろう、緑最初の緑。あ、ブルーちょっとなんかかっこいいかもしんないね。パープルもいいか。パープルも人気ラブホみたいじゃねえっつな。うん、僕そういうとこ行ったことないから分かりません。でもなんかね、ラッキーカラーでもちょっと青がかっこいいから青にしようかな。うん、ちょっと青でいってみようかな。あ、じゃあ青と紫ない、いや青だな、ちょっと青にしとこうか。また気持ちが乗ってきたらちょっと、行こうかなと思います。クレバです、よろしくお願いします。今日はね、お話を軽く楽にしていければいいかなと思ってます。まず話したいことは一つは、まず1、お礼ね。お礼と2は、6月24日にやるライブについて、それからその次はそのライブをやるプラットフォームのサンバの使い方について、これをお話ししたいなっていうのと、その注意点とかやって最後ちょっとお話しして終われれば、まあ月曜日だしね、早く終わった方がいいんじゃないかなと思ってるんで、駆け抜けていければいいかなと思います。あ、そうだね、この間の国連カラーっていうことで青でいこうか。そうだね、間違いないね、間違いない、青でいきましょう。まずはですね、先日、今日6月22日ですか、6月18日に、誕生日迎えました。ありがとうございます Thank you everybody, thank you、ありがとうございます。鳴りやまぬ拍手、ありがとうございます。インスタグラムかな、インスタグラムの方にもすごいめちゃくちゃコメントたくさんいただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます、すごく嬉しかったです。全部なのか分かんないですけど、一通りこう目を通させていただきました。ありがとうございます。それから今年はね、ものすごくテキーラをいっぱいもらいましたね。テキーラ何本もらったんだろう。 100% アガベのね、プレミアム、いわゆるプレミアムテキーラってやつを、たくさんいただきました。これでもう何ヶ月間か、お酒に困ることなく、テキーラに困ることなく生きていけるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。でね、自分にもプレゼント買ったんですよ。それがね、この今日使ってるカメラ、この新しいカメラなんだけど、ソニーの
ZV-1 っていうね、まあ、YouTube とかではすごく話題になってるっていうか、まあ、Vlog 向けのカメラが出たんですよ。でそれをちょっとね買ってみました。このカメラの売りこれなんだよね。この前に出すとここにピントがあって、こうズンとすぐこっちに戻るって、このオートフォーカス付き。この YouTuber がさ、物の紹介とかするじゃん。でその時にさ、この瞳にフォーカスがこう合うようになってるから、前に物出しても普通だったらこうなんかこんな風にして紹介してるでしょ。だけどこれやる必要なくて、こう前に出すとそこにこうバンとピントがあるっていう、これをね買いました。でそこから録画じゃなくてね、こう HDMI で、いわゆるクリーン HDMI が出せるっていうの誰も語ってなかったんだけど、こう今オートフォーカスしてますとかそういう情報出さずに、撮れるって書いてあったんで、それをちょっと導入してみて、今日届いたんですよ、今日の朝。だからそれをちょっとね使ってみたくて、急遽やってるっていう感じですね。まあ、ちなみになんかさっき撮ってる間にねバーンと落ちちゃったりとかしてたから、熱なのかちょっと分かんないんで、検証もしてないんで怖いんで、一応ねもう一個カメラこっちのカメラも今まで使ってたカメラも、用意してありますので、なんかあってもまあ続けられるようになってます。そんな感じです。これがね自分へのプレゼントだね。ソニーの ZV-1 っていうの、あとねそうだ、これは誕生日プレゼントじゃないんだけど、今日ね香取慎吾くんからスニーカーが届きましたね。それはすごいありがとうございます。見てねえか慎吾くんありがとうございます。なんか慎吾くんのライブの時に俺に渡そうと思ってたっていうか、出演者の方に多分ね渡そうと思ってたみたいなんだけど、ヤンチャン運転バールっていうの慎吾くんがやってるブランドとアシックスのコラボの靴ももらいました。それも青でしたね。ありがとうございます、ありがとうございます。そんな感じです。まあちょっともうねもはや誕生日だっつってわーってなる年でもないんですけど、たくさん祝ってもらえると嬉しいなというお話でございました。ありがとうございます。あ、全然画質違うっていうか、これねこっちの方は逆にちょっとふわっとさせてんの。これね前面のアクロさんに教えてもらって、アクロもこうライブストリーミングやってるんだけど、画質すごい綺麗だったからいろいろ話聞いて、いいフィルターとかね、それ教えてもらってそれも買いましたね。久しぶりに話したけど、あそうだ、前にテキーラがなくなったって言ったら、アクロに連絡した人がいたっていうか、アクロのその YouTube 配信の方に、アクロさん、クレさんのテキーラがないみたいです、早くお願いしますみたいな連絡した人が いたみたいですけども、もうアクロさん大丈夫です、テキーラバッチリありますんで、あといろいろありがとうございますって感じですかね。じゃあそろそろ本題入っていきましょうか。こういうのもいけんねんだからね。オートフォーカスのスピードえげつないね。まずじゃあそうですね、ライブについて、6月24日、水曜日に、これこう YouTube ライブ5って書いてあるけど、今まで5回ね、まあ、YouTube ライブはお金取ってないですけども、初めてちゃんとお金を取ってやる配信ライブ、有料配信ライブ丸1っていうのを、6月24日あさって夜9時8分から、この時間からちょうど今ぐらいから、ライブやります。チケット料金2908円、配信メディアがサムバ THUMVA サムバさんの方で、やります。これでね、これが初めてなんですよ、サンバさんの初めての配信ライブが、俺だからこけら落としライブ、チケット買ってくれた人ありがとうございます。でまだ買ってない人にね、ぜひとも買ってくださいっていうストレートなお願いと、あと買うにあたってこういう面白いところがあるよ、こういうとこ注意してください、買った人にもこういうとこ注意してくださいねっていうのを改めて、言えるといいなと思いました。チケット買ってくれた人ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、そうそう、なんかね、そうだ、これね言っとこうと思ったんだけど、なんか痩せましたとか、目の下のクマがすごく大丈夫ですかとかいう人いるんですけど、痩せたのは痩せたね。自宅待機してて毎日酒飲んでたから太ったかなとか思ったんだけど、痩せましたね。
痩せたのは痩せました。でね、この目の下ね、これね、もう言わないでほしい。皮膚科の人にはちょっと軽いアトピーなんじゃないかなって言われてるんで、気にしてます。ちゃんとあまりに言われるから、皮膚科にねちゃんと通い出しました。だからあんまり、言わないでください。でも自分はなんかこういう顔でも自信持ってるとかちょっと違うのかな。これでもこうやってみんなの前にね出て行きたいなと思ってるタイプなんで、ちゃんと出るときはメイクさんがね隠してくれたりするんで、とりあえずいろんな問題あったじゃないですか、インターネットの誹謗中傷とか。で、それ全然そういうのじゃないんですけど、自分はなんか全然そんなアトピーとか思ったことなくて、まあ、軽いとは言われてるんですけど、ちゃんとね直していこうと思ってるんで、あんまりもう言わないでください。もう聞き飽きました、その話は。はい、ありがとうございます。でも俺はちょっとちゃんとねやってもらえるときはちゃんと髪の毛とかと一緒にメイクしてもらったりしてやっていこうと思ってるんで、あと直していけるようにね努力も、今まで全くそういうこと考えたことなかったんですけど、みんながあまりに言うからちょっとこう、でもそれでこう直そうと思えたのはすごく一つ大きな一歩かなと思ってます。ちょっと時間話になっちゃったな。あとあれなんだよね、なんかさ、たまにこう見る人って昔の俺の映像とか見て、それで俺今の俺見るからうわみたいになるでしょ。ずっと見てくれてるファンの人あんまり思わないんだよね。たまに会う人の子供急にでかいみたいな感じでさ、だと思うんで、定期的に見てくれ、俺のことを見てくれたら嬉しいなと思います。じゃあまずライブの話していきましょう。ライブについてまずね、時間どれくらいやるんですかっていう話なんですけど、だいたい1時間40分ぐらい俺が話さなければ俺が話さなければ1時間40分ぐらいになるんじゃないかなっていう感じです。この間リハーサルした時に1曲ちょっと増やしちゃったりして、ちょっとこれやってみようかなって歌があったから、増やしちゃったりしたんで、ちょっと長くなるかもしれないです。1時間40分ぐらい、だいたい普通のライブと同じぐらいの長さかなと思ってます。で、どんなライブかというとバンドで、しっかりやります。クレバンドエクストリームでね、やりますから、メンバー紹介しましょうか。メンバー紹介ね、メンバー紹介、ドラム、知らねえ吉高うせえ、やめよう。それから DJ で熊井五郎、 DJ&NPC マニピュレーター熊井五郎、それから、そのみコーラス&キーボード、そのみ、それからベース岡田智彦、ギター田中義人、キーボード竹内和武、以上のメンバーでクレバンドエクストリームでお届けしたいなと思います。このメンバーでツアーやるはずでした。でも一回もね、皆さんの前に出れなかったんで、ちょっとしっかりやろうかなと思います。前に無料のね YouTube ライブやらせてもらったんですけども、その時だけなのかな、見せれたのは。もちろんその時とも違う内容で、で敵がいない国ツアーのために作ってたもの、もちろんそこから派生してやってるものもあるけど、またそれとは別のものちゃんと作ってやりますって、本当にスペシャルなライブです。で、場所はどこからやるかって、これちょっと言えないんですが、当日のお楽しみなんですけども、某所にある、有名な、ライブハウスからお届けしたい、ライブハウスっていうかそのイベント会場から、お届けしたいなと思ってます。すごくいい
ロケーションをちょっと贅沢に使わせてもらいながらやります。6月24日の夜9時8分からで、チケット発売中、2908円、買ってくれた人ありがとうっていう話です。でね、じゃあ次は、そのプラットフォームであるサムバ、これのね使い方をちょっと説明していこうかなと思います。ちなみにそのサムバの、使い方は自分のブログ LINE ブログの方に YouTube 動画サムバの使い方みたいな貼っといたんで、短い動画が5本くらいかな、それを見てもらえればスムースにいけるんじゃないかなっていう感じです。ただね、そのサンバの使い方が基本的に、iPhone というかそのスマホベースで話してるんですけど、ここちょっとメモ取った方がいいかもしれない。もちろんスマホでも見れるんですが、あのウェブでも見れます。いわゆるインターネットだよね。 Mac だったらサファリ、Windows とかあったら、まあ、Chrome なりなんなりでウェブでも見れます。でね、どうやらなんだけどウェブで見た方がいろいろ有利説がちょっとあります。スタッフにさっきあのヒアリングしてきたんだけども、ウェブで見た方が有利なんじゃないかな説があります。なので、まあ、もちろん画面も大きいしね、ライブ見るのにやっぱりここで、まあ、ここで見るっていう初体験って言えばいいんですかね、そういうのもいいかもしれないけど、大きい画面で見た方がいい。だからもちろんあのテレビでインターネット見れたりするじゃないですか。うちのテレビ、あ、ごめんなさい、ブラビアもあのすごいでかい画面であのネットに繋がってますから見れますよね。だからあのテレビでとかそういうので見た方がいいかもしれない。ただテレビにこうキーボードつなげるやつとかの方がいいかもしれないですね。いろいろ操作しなきゃいけないことがあるかもしれないし、コメント機能みたいのもあるから、まあ、ウェブ強いんじゃないか説。だから PC の画面とかで見る、 PC からの画面から、まあ、HDMI 出力するとかして見るとか、そのあたりが有利なんじゃないかな説が、あります。このこっちの方がいろいろいいっていうのは後々話していきたいと思います。でね、ちょっともうその時間そんな風に言われても自分見れないんですよね。安心してください、アーカイブ残ります書いてあります。アーカイブがですね、日曜日の水曜日にやって、日曜日の夜9時8分まで見れるということです。でね、ここで一個あのいい情報を100インチプロジェクターに投影する、最高ですね。サウンドの方もね、いい音でぜひともやってください。このアーカイブに関して1個いい情報をゲットしまして、日曜日の夜の9時8分まで見れるんだけど、それは例えばじゃあ8時ぐらいから見出して、うわまだ時間残ってるのに9時8分で終わっちゃうじゃなくて、夜の9時8分までにサムバにアクセスすれば、そっからまるまるライブ1本見れるってことですよ。だから例えばライブが2時間だったら、9時8分にアクセスすれば、9、10、11時8分まで見れるっていうことです。これはなかなかいい機能ですよね。9時8分だったらストーンじゃなくて、9時8分までちゃんとアクセスしてれば、多分再生開始してれば、だから9時ぐらいから準備してギリギリでえいってやれば、そこから見た時間から9時8分超えてもその前にアクセスさえしてれば見れるということです。これは一つ覚えておいてもらえればいいかなと思います。だから4日間ぐらい見れるのかな。うん。これはぜひとも、メモっといてください。てか、わからない人いたら教えてあげてください。でね、このサンバの中で面白いなと思ったのは、グループトーク機能だよね。この、チケット買った人たち同士でグループを作って、その人たちだけのチャットで見れるっていうことなんですよ。だからいつもライブに来てくれてるファンのみんなとかね、それがこう全国に仲間がこうチリジリになってる人たちだったら、今回はなんとかちゃんが北海道に来なよとか、今回もじゃあ大阪集合でとかね、そういうのがあったかもしれないんですけど、そういうみんながそのグループ組めば、その人たちだけの会話でこう盛り上がれると。みんなのわーって流れてコメント欄の中でコメントし合うんじゃなくて、その人たちだけ、しかも顔見ながらライブが見れるっていう感じみたいなんで、このグループ機能っていうのはすごくいい機能なんじゃないかなと
思います。ぜひとも有効活用してください。その辺に関してもあのブログに貼ってある動画で解説されてると思うんで、このグループ機能、グループトーク機能、グループチャットみたいなのもできるみたいなんでね、そちらの方有効活用してもらいたいなと思うんですが、先にちょっと注意点言っていいですか。それで俺が懸念してるのが、そのみんなで盛り上がってあんまりライブ見ないんじゃないかそっちが面白くなってきて、ライブ見ない説、それはやめてくださいね。それはちょっとやめてください。ぜひともやめていただきたいなと思います。それからね、ギフティングっていうのができるんですよね。これがね、投げ銭みたいな感じですよ。ぶっちゃけね。そのギフティングはね、どうやら、LINE とかでスタンプ買うときって、ポイントで買うじゃないですか。なんか直接こう、スタンプ買うんじゃなくて、一回ポイント、LINE のそのポイントを買って、それで払うじゃないですか、スタンプに。そのスタイルらしいです。だから、事前にウェブでね、会員登録してほしいんですけど、事前登録済ませておいてほしいんですけど、その際にポイント買っとくと、すぐ、こう、ギフティングもできるかなっていう感じですね。ちなみに、マックス908ポイントに設定してくれたみたいです。908ポイントマックスね。これ908ポイントギフティングできると。だけどポイント制度が100ポイントからこう売ってるんですよ。そうなってくると、例えば1000ポイント買ったらマックス908ポイントだったらどうすんの、なんかその端数の2ポイントとか何十2ポイントとか残るじゃんみたいな。ご安心ください。そこでザンバさんが設定してくれました最低のそのギフティングは2ポイントからできるらしいんですよ。だから1000ポイント買ったらあともう2ポイントオラ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 ってやることもどうやらできる、スタイルみたいです。これね、ぜひとも事前にウェブとかでポイント買っといてくれた方がどうやらね、お金的にも有利だと思うし、有利だという話もちょっと聞いてます。詳しくは明日発表があるみたいなので、それ見てもらいたいなと思うんですけれども、あとはね、例えばスマホでこう見ているじゃないですか。で、ギフティングしたいと思ってそのポイントを買う画面に行ったら、ライブ見れなくなってしまう可能性もあるんで、だったらやっぱ事前にねポイントを買っといてくれたらいいかなと思います。っていうか、こういう意見もわかるんですよ。いや、ギフティングするかどうかなんかライブの内容を見てから決めるに決まってるでしょみたいな。見出してなんか大したことないライブだったらどうしてくれんのよ。ご安心ください。俺だよ俺のライブなんですからいいに決まってるんですよ。大きいトラブルがない限り。だからぜひともね、先にポイント買っといてくれたらいいんじゃないかなと思ってます。じゃあね、ここでウェブの方が有利っていう話のもう一個ね、先にポイント買っとくと、その配信見てる間とかね、こういうウェブでもいいですけど、見てる間にその手続きしなくていいから、手間取らないっていうのと、あとは少しそのポイントを買うために少しお得になる、スマホで買うよりもなんかお得になるんじゃないかという噂があるんですが、詳しくはちょっと明日発表があるみたいな、そちらの方をご覧、各自の方で確認してくれたら嬉しいなと思います。でね、もう一個あんのが画質だね。ウェブで見ると低画質モード、高画質モードっていうのが選べるようになってるらしいです。スマホで見る場合にはデフォルト、初期設定で低画質モードに設定してあるらしいです。これは低画質っていうのはつまり通信優先ですね。ずっとつながり続けてるっていうことをがこう大事に安定させるために低画質モードに設定されてるらしいんですけど、ウェブでだからパソコンとかでテレビとかウェブで見ると高画質モードを選べるらしいんですよ。だからぜひともね、ウェブの方で生放送で、だからね、生放送アーカイブでは多分画質選べなく、なってると思うんで、生放送の時はぜひともウェブで見て高画質モードの方を選択してもらってチェックしてもらえるといいんじゃないかなと、こう思います。もう結構25分も話したか。じゃあね、こっからね、ちょっと注意点だね。
チケット買ってくれた人、あーでこれを聞いてねチケット買いたいと思った人、あとでリンクも貼っとくし、あのクレバのホームページの方からチケット買えるようになってると思うし、当日でも買えるのかな、うん、当日でも、チケット買えると思うんだけど、やっぱ事前のね手続きとかがあるから、今日やって、まあ、明日に買うとか明日手続き済ますっていうのがいいんじゃないかなと、思います。でね、まず注意点1、ウェブからあの事前登録、サンバの会員登録っていうんですかね、あれはね事前にウェブからじゃなくてもいいのか、スマホでもあの事前に済ませておくことを推奨しますと。スタッフがねこうテスト配信でこうチェックしてみたときに、それやってなくて手間取っちゃうっていうのがあったみたいだから、まず、事前登録済ませておくことをお勧めします。でその時にウェブからやって、そこでポイントも買っておくと少しお得になるんじゃないかなって説があります。でそのサンバに無料、サムバに無料会員登録すると、その自分スマホなのか PC なのかテレビなのか、その自分の環境でサンバがちゃんと見れるかどうかをチェックできる、あの体験ムービーが見れるらしいです。だから登録済ませて一回それ見て、あ私いけるなとか、もしかするとね家に Wi-Fi 飛んでなくて隣のコンビニのフリー Wi-Fi をこうギリ壁にベタ付きでこう見てる人とかいるかもしれないけど、そういう人とかもチェックしといた方がいいかもしれないですね、それかも外行ってフリー Wi-Fi スポットで見るとかいう人は、チェックしといた方がいいかなと思います。でねこれはあの女子かな、男子はあんまいないかもしれないけど、あいるかも、グループトークとかしててその場面をスクショだえいみたいにアプリで見てるときね、アプリで見てるときにスクショするとあのアプリが落ちちゃうそうです。これはサムバの仕様っていうか有料配信ライブの仕様ではこういうのが多いらしいです。その録画とか画面録画とかスクショをするとあの通信を一旦遮断するっていう機能が結構ついてるみたいで、だから気をつけてください。盛り上がってスクショしたい気持ちもわかるんですけど、そこはちょっとグッと我慢して、スクショせずに見ていただきたいと。アプリで見てるときね、アプリで見てるときにスクショすると、あと画面録画とかするとアプリが落ちる仕様になってるそうです。だから一つ、お気をつけください。それからね、ワンアカウントワン端末なんですよ。だからウェブも見ながらアプリも見るっていうことはできない。アプリを見ながらウェブにするってことはできない。アプリで最初見てて、帰宅途中家で早く大きい画面で見たいって言ってパッてウェブとかでスイッチ入れるとかログインすればそっちに切り替わると。後でログインした方の端末がこう優先されるというか、もう一回スマホにトイレ行きたい、トイレの間も見たい、トイレの間も見たいっていう人は、まあ、トイレにこう持っていくときにスマホに切り替えていけばいけると、うん、そういう仕様になってるらしいです。そこはね気をつけてください。でいろいろ説明してきたんですけど、ちょっと自信ない、わかんないとか、あとはもう何が何だかわからない、とんでもないミスが起きてしまったっていうことが起こりうるじゃないですか。まあいろんなね注意書きとか、さっき言ったみたいな体験ムービーテストしてみるとか、まあ、いろんなのやってみてほしいんですけど、どうにもならない時には対応窓口が用意されてるみたいです。で自分が最初にクレバーが、私クレバーなんですけど、最初にも言ったみたいに、こけら落としでありますから、私も初めて、サンバさんも初めて、サンバさんって言うとなんか頑張ってもうすぐ生まれるからみたいなそんな感じになっちゃう。サムバの皆さんも、初めてだから、この当日はねスタッフさん、対応するスタッフの方を通常よりこう増員して、何が起こってもいいように対応してくるらしいので、どうしても困ったっていう方は対応窓口見つけて、ぜひとも見てもらいたいなとこう思います。あ、一気に行ってきたな。あーよかったよかった。9時半までと思ってたんだけど、うん、あちょうどいいね。じゃあね、最後にね、あそう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 、この記念すべき第1回有料配信ライブ丸1、第1回有料配信ライブ丸1がある6月24日は
で、もともと敵がいない国ツアー、敵がいない国の、千秋楽だよね、アリーナ公演の日だったんだけど、まあご存知の通りライブできなくなってしまったから、こういう形で有料配信ライブしますっていうのと、そのツアーのアンコールで歌うはずだった歌を6月24日にクレバのオフィシャルホームページからリリースしますという日なんですよ。新曲のね、素敵な時を重ねましょう、フィーチャリングソノミ、これの発売日となっております、6月24日が。ただただちょっとごめんなさいになるのかな、6月24日発売なんですけど、6月24日から順次発送するんですよ。だからライブ当日に CD あって、それをこう手に持ちながらライブする、あのライブを見るっていうのはちょっと間に合わないかなっていう感じです。25日26日27日、まあ、週末そのアーカイブが残ってる時間の間にCD が届けばいいかな、届くんじゃないかなっていう感じですかね。うん、これは一つ、ちょっと覚えておいてください。24日発売ってなってるんですけど、24日からあのうちのスタッフがこう順次、うちのスタッフがチャリとかで運ぶわけじゃないですよ、こう発送するんで、それからこう届くようになりますっていう感じですかね。うん、ちょっとたくさん話してきちゃったけど、一応振り返っとこうか。じゃあもう頭から振り返ってもちょっと書いてあるから、まず時間は、ライブの時間は1時間40分、あ、言うの忘れてた、よかった、手にピン立ってるねこれ、すげえ、おーすげえ、あのね、言うの忘れてました、何が有料配信ライブでスペシャルなのかってすごい考えてたんですよ。最後だから記念にちょっと色変えとこうか、後ろの記念にってなんだよな、何がいいかな、黄色とかにしとこうか、黄色赤オレンジ黄色赤しとこうか。ちょっとね、一応あの 2時間くらいで終わるんじゃないかなと思うんだけど、4時間配信できるように用意してあるんですよ。なんでかっていうと、我々例えばクレバフェスとか、まあ、ツアーとか何でもいいんですけど、ライブやるじゃないですか。その後打ち上げ会場に行ってライブの映像をそのまま全部見るんですよ。会場にこう画面とかがあるところに選んで、その日のライブだから3時間のライブあったら打ち上げも3時間きっちり見るんですよね。でそこもちょっと見せれたらいいかなと思ってるんですよ。だからあのライブ終わったらそのままちょっと打ち上げに突入してライブ映像を見るっていうのをみんなでやろうかなと。だからお酒用意しておいてください。まあ飲めない方はなんかこう、アロエじゃねえ、アセロラジュースとかそういうの用意しておいてくれたらいいかなと思ってます。もちろんあの4時間全部やるってわけじゃなくて、その後こうちょっとその日の映像を振り返ってみたりとかしながら、うん、こういう風にいつも打ち上げやってるんだってとこまでいけるといいかなと思ってます。もう調子良ければそのまま見るし、なんかとんでもない見たくないってなったらこうスーッと終わっていくかもしれないですけど、そこまでいければいいなと思ってます。うん、なんかこう大きなトラブルとかなければそういうところも見せられるっていうのが配信ライブの面白いところっていうか、まあ、それもやってもいいかなと思うんで、ちょっとそれやってみたいと思ってます。これ言うのは忘れてた、よかった、言えてよかった。ライブ自体は2時間ぐらい、2時間弱だね。でその後そのまま打ち上げ行こうかなと思ってます。だからマックス2時間打ち上げやれるみたいな感じですかね。でサンバの使い方はクレバのブログチェックしてください。そこに、載ってます。スマホベースだけど結構ウェブで見た方がいいんじゃないかなっていうお話を今日はさせてもらいました。アーカイブ残ってます。日曜日の夜9時8分まで残ってるんですけど、夜9時8分までにアクセスすればそこからライブ終わりまで見ることができるという話でした。それからグループトーク面白いですね。あ、そうだ、これも言うの忘れてた、よかった。グループトークにさ、を例えば15人とか、まあ、5人とかなのか分かんないですけど、グループトークをすると全体のコメント欄には参加できないみたいです。
その一つそのグループの会話はしてできるけど、その全体のわーっと流れてるコメント欄の方には同時に使うということはできないみたいです。そのグループトークするか、だから2人っきりで見るとかもできるってことだよね。全然コメントとか気にせずに、いいなそれ。でまあ、全体のコメントがいい人はそっちの方に参加してもらうっていう感じですね。ギフティングというのがあります。 LINE のスタンプを買うみたいに一回ポイントを買って、こう 何ポイントかをこうギフティングできると、うん、でマックス908ポイント2ポイントもいけるから波数は出ないでしょう。ウェブで、事前に登録しておいた方がいいで、その時にポイントも買った方がいいんじゃないかなって。でウェブで見た時だけ高画質モードが選べます。だ高画質モードにぜひ切り替えてみてください。スマホの方は通信の方を優先してるから最初からこの低画質モードになってるんだけど、通信状態がいい人には自動でこう高速の高画質の方に切り替わる仕様になってるそうです。それから、サムバに無料会員登録すると、体験ムービー見れるから自分の環境がサムバ対応してるかどうかを確認することができる。アプリで見てるときにスクショしたり録画したりするとアプリが落ちる仕様になってるそうです。有料配信ライブは基本的にそういう方向に、なりつつあるという話です。でワンアカウントワン端末、後からアクセスした端末優先で、当日どうしても分かんないっていう人は、スタッフさん増員してサンプさんが対応してくれるみたいなんで、相談窓口、対応窓口の方をちょっと調べて連絡してください。それから24日発売の素敵な時を重ねましょうなんですけど、24日から配送する、順次配送するんで25、26、27、28ぐらいに届くんじゃないかなっていう、そこはちょっとすいませんっていう話でした。まあこんな感じかな。でね、まあ最後、この前リハーサル、その会場でやってきたんですけど、都内某所のね、すごくいい会場ですよ。そこでリハーサルしてきたんですけど、あ、こっちのカメラの映像、まあやめいいか、このカメラでいけたね、全然ね。スタッフ、まあ、こうバーンって鳴らしたりとかするスタッフとか、舞台作ってくれるスタッフとか、照明やってくれるスタッフとか、キックとかも含めると、だから、20年とか一緒にやってんのかな。そのスタッフがね、俺がリハ終わって、こうちょっと、そのスタッフの横通った時に俺に言ったわけじゃなくて、いや3ヶ月ぶりに仕事だみたいな言ってたんですよね。それ聞いて、あーそうかと、俺なんかはこうパッと気持ち切り替えて、できること自分のできることやろうと思って、まあみんなに家にいてもらいたいっていう気持ちがあったから、こういう、まあ、無料配信っていうか、こう YouTube でね喋ったりビート作ったりするのをこう無料で配信してやってきたけど、ライブがこう何本なくなったか途中からもう数えるのやめちゃったんですけど、それでもう仕事がないっていうスタッフがいるわけなんですよね。で例えば日比谷音楽祭なんか今日リツイートしましたけど、クラウドファンディングでスタッフさんのためにお金集めるなんてことやってるじゃないですか。我々もねそれができるんだったっていうか、うちのスタッフも欲しいだろうなって思ってるんですけど、こうやってみんなで動いてちゃんと仕事していくっていうか、しっかりプロが本気出して見せるライブでお金をもらうっていうのはやっていかなきゃいけないことだと思うし、真面目に考えていこうかなと思ってます。だからね、いや見れねえっていう人も、でも気持ちあるっていう人はチケット買ってくれたら嬉しいなと思います。生じゃなくてもいいやっていうような気持ちでね、まあ一番でかいリターン、その音楽をやる楽しみっていうか、それをこう感じてもらえればいいかな。だからヘッドホンとか、いい音の環境でね、ちょっと周りに迷惑かけないでかめの音で久しぶりに音楽を楽しんでもらえたら嬉しいなと思います。そんな感じでしょうかね、今日はね。ありがとうございました。まあどうなってくるのか分かんないですけど、まずは第一歩踏み出すことが大事だと思うんで、このねサンバの、第一弾アーティスト、次岡本ずだっけ、でその次がクリーピーナッツから、でも彼らのためにもね、やっぱりこういろんなこと説明したり、
我々が参加してくれるみんな、我々がもうその第1回目に参加できるのは我々しかいないわけですからね、え記念すべきというか、うん、第一歩をしっかり一緒に踏み固められたらいいなと、思ってます。ありがとうございました。こんな感じかな。なんか聞きたいことある人もしいたら、最後なんか聞いてくれれば答えますよ。赤いいです。ありがとうございます。赤じゃないのもあるよ。なんか光ったりとか花火みたいのとかもできるみたいだよ。まあいいか、それはいいか、やんなくても。緑に戻そうか。最後グリーンルーム。黄色が難しいね。あ、ありがとう。お金ならいくらでも払うのでみたいなね。うん、ありがとうございます。タブレット大丈夫じゃないですか。うん、打ち上げもアーカイブ残ると思いますよ多分。うん、でなんかあれだよね、やっぱ有料配信ライブのいいところはさ、金払ってまで文句言うやつとかいないじゃん。それだよね、それに尽きるよね。うん、アンコールはないね多分。うん、しっかりやる。うわ、早すぎて見えねえ。グッズの売り上げもスタッフに行くよもちろん、うん、え、何、俺が独り占めしてると思ってたの、うん、横割りでやる予定だったセットリストじゃないです。それ最初の方に言ったんですけど、はい、その会場に合わせたっていうか有料配信ライブに向けてやります。何曲ぐらいだろう、17、8曲だと思います、うん、で2時間ぐらい。それ結構何回か言ってるんで、あのアーカイブで見てみてください。目が痛い目が痛いな。お誕生日おめでとう。ありがとうございます。うん、ありがとうございます。スタジオです、これ。うん、スタジオですね。スタジオに来ても完全ワンオペで、あ、やりましたね。一人で用意して。頑張りましたよ。オレンジにしていこうか。オレンジ難しいね。これが紫かな。パーポールーム。ちょっと早すぎて見えないな、うん、まあそんな感じですかね、うん、私服ですか衣装ですか。今私服だけど、ライブはもうバッチバチの衣装で、やりますよ。はい、大丈夫ですよ、もう早すぎて見えない。こんな感じかな、ありがとうございました、こんな感じですね。じゃあ6月24日夜9時8分から、サムバにてクレバー初の有料配信ライブ、サムバさんも初の有料配信ライブ丸1開催しますので、ぜひともチケット買って、早めに準備して、みんなで集まれたらいいなと思います。今日はどうもありがとうございました。じゃあまたねー。